Mission complete. それにしてもこの試合、何かおかしい。ああ、目に見えない何かがうごめいているようだ。牙を向いてきましたね、オリオンの使徒たちが。ヤズマジャパン対韓国レッドバイソン、応援時のまさかのリタイア、日本にとって大きな痛手です。応援時の超強力シュート、ラストリゾートを失った今どうなるのか。後半で新たに入ってくる選手にも注目です。ゴーエンジさん、どうだ。今後の試合に支障がなければいいかな。ゴーエンジさん、よかったら新しいのと変えてください。どうぞ。一押し君、気が利くでごしゃ。交代はヒロとか。いよいよ一緒に立てるな。さあ、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 あれ、まさか自分が出るつもりじゃ。そのまさかだな。すごいやる気だ。あいつらとことん砕いてやるぜ。選手交代です。ゴーエンジ君に代わってさあヒロト君出番です。なに最初から入れときゃいいんだよ、世界がひれ伏すこのゴッドストライカー様をよ。気合入れてけよ。俺は温存されとくぜ。ゴージ前向きだな。笑わせんぜ、ゴッドストライカーだと。言ってろ、俺様の足引っ張んじゃねえぞ、フィールドの悪魔さんよ。ダイブタッ。さあいよいよ後半戦です。テク、俺たちレッドバイソンは真正面から敵を蹴散らしていく、それがチームの個性じゃないのか。何が言いたい。稲妻ジャパン、新たに入ったのはキラヒロと灰崎亮平とのツートップとなります。どうなるんだこの二人。行くぞ。一瞬でぶっ潰してやるぞ。キックオフです。飛び立ったゴッドストライカーとフィールドの悪魔、まさしく神と悪魔だ。両者は相入れない存在か、それとも人知の及ばぬ最強タッグとなるのか。おっと、キラヒロトパスを出さず一人で切り込んでいく。世界の舞台でも究極の個人技でゴールを狙うのか。次はお前の番だ。灰崎も自ら抜いていく。おっと、灰崎亮平も個人に炸裂、キラヒロトに応えるかのようだ。何やってるんですかあの二人、これ世界大会ですよ。やっぱりあの二人絶対合わないわね。おおほほほ、何しよ神と悪魔ですよ、合わなくて当然じゃありませんか。ならどうして。おおほほほおおほほほこんなもんだぜ。どうだ。なんと、オルマイという聖域でもまさに神レベル、悪魔レベルの個人技能集だ。完全にあの二人が戦ってないか。うぜえんだよ。さあゴールという聖地を征服するのは神か悪魔か。おっと、韓国パスをカット。最初に決めたのは稲森アストだ。
ちゃった。さあ、やったぞ。点を取ったのに何ですか、あの二人。あいつらの敵は韓国じゃない。あいつら同士だ。次のターゲットはキラ・ヒロトだ。ふざけてやがんな、あの野郎ども。ヘク、いい加減にしろ。はあ？分かっているんだ。お前が刻印の戦士だということはな。さっきのシュートは明らかに危険だった。これ以上そんな行為を続けるなら監督に交代を進言するぞ。分かった分かった、仲良くやろうぜ。さあ、後半も中盤2対2。ここがまさに両チームにとっての正念場です。ヘクシュー一気に上がっていく。ようやくまともにやる気になったか。サク、頼むぜ。おっと、レッドバイソン味方同士で激突だ。大丈夫か、ソク。ソクミンウ退場です。ソクさん大丈夫ですか。ソク邪魔者には去ってもらう。味方同士で潰し合うとはバカな奴らだぜ。まったく、お前らがそれ言うのか。さあ、後半戦残り時間が少なくなってきました。勝負を決めるぞ。韓国得意のプレイスタイル、一気に日本に攻め込んでくるぞ。何としても守り抜くぞ。はい。必殺タクティクス、エンジェルロー。よし、行くぞ。はい。キラ・ヒロトと灰崎亮平、二人がうまく絡めば日本にも勝算はあるな。そうね、合わなそうでも美味しいってこと。
あるの。よいしょっと。なあ、おいしいぞ。待ってやすか。いくぞ。俺が決めてやる。ボールは神と悪魔のツートップへ。これが最後のチャンスだ。行け、決めろ。どうしますか。好きにやらせましょう。どうしてそんな指示出すんで、ボス。ああ面白い。何。今だ、超大技スーパートリックを決めろ。フォーキンフォーキン、パラグライダーにもなる。 RC エアボール、フォーキンフォーキン、好評発売中。ハピネット、お世話デラックスセット。ご飯を食べておしゃれして布団でお昼寝。俺も住みたい。え、くるっと回転ハコミンお世話デラックスセット。ハピネット、宝トミー。アニメと同じイレブンバンド、時計機能はもちろん自分の活動データも記録。150人以上の仲間と出会える。お気に入りの相棒と特訓だ。稲妻イレブン、イレブンバンド、イレブンライセンスも。宝トミー。アニメと同じイレブンバンド、時計機能はもちろん自分の活動データも記録。150人以上の仲間と出会える。お気に入りの相棒と特訓だ。稲妻イレブン、イレブンバンド、イレブンプレカも。クイズに3周年記念イベントにレベル5の人気キャラが登場。大集合でワクワクだにゃん。にゃ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 、新たなヒロシンも。新食感プニットパズル、妖怪ウォッチプニプニ。ファンタジーライフを新しい自分で冒険しよう。充実したパーツや装備で理想の自分になりきろう。まだ世界は始まったばかり。ファンタジーライフオンライン。残り1分を切った。イナズマジャパンの神と悪魔、互いに競り合っている。やりたいようにやらせてもらうぜ。ここにして個人技が炸裂。神と悪魔は相入れないどころか熾烈な一騎打ちをしているようだ。ボールをよこせ、俺が決めてやる。なら取ってみろよ。いけねえ、俺様をなめんなよ。知るか、見せて俺の新必殺技ペンギンザデビルな。見事勝ち抜いた。やったー、やったな。よくわかんねえけどすっげー。今のシュート偶然っぽかったけど、もしかして監督はここまで読んでたんでごす。わー、意地の張り合いもパワーの源です。やったな、ハイザキヒロト。まさかこんなことに。まさかいがみ合う二人からあんなシュートが出るとは。君は何か分かっていたのか。見事な勝利、おめでとうございます。一時はどうなるかと思います。詳しいことは検査をしなければ分かりません。ですが回復に時間がかかるのは間違いないですね。そうですか。ゴーエンジ、エンド、お前と世界へのフィールドに立ったっていうのにな。なに、まだ始まったばかりだ。ゴーエンジが戻るまでは絶対に俺たちで何とかするさ。このチームならもっと前へ進んでいける。俺たちは全員で稲妻ジャパンだ。ゴーエンジ、
しっかり治してこいよ。僕、病院に付き添います。ああ。ゴーエンジさん、大丈夫かな。きっと大丈夫さ。キャプテンも付き添ってるからね。何かあったら連絡があるさ。だよね。お、試合のこと出てるよ。すっげえいっぱい。あ、ほんとだ。俺もいるぜ。え？これ完全に保存もんだな。よく見えましたね。野生か。めでてえな。おう、サンキューな。今のは怒るところじゃ。お、ハイザキ、ヒロト、日本代表を引っ張るツートップ稲妻ゴッド&デビルだって。まとめんじゃねえ。息合ってますね。合ってねえよ。だいたいそのストレートから気に食わねえんだよ。チュルチュル頭、なんだとは。チュルチュル、意外と息合ってるんじゃないかな。確かに部屋決めのくじ引きでも同じ部屋になりましたしね。ゴージン先輩、なんか俺寝られそうにないです。本当に世界との戦いが始まったんだなって。消すんじゃねえよ、その写真。母ちゃん、俺やっぱサッカー大好きだ。ドキゴシドキゴシ、この手紙から何かが始まっちゃうかもでごしょ。ごしょ。親愛なるヒカルさんへ、稲妻ジャパン日本代表の岩戸でごす。あなたがどんな人なのか思いを巡らせながらお手紙を書いていますごす。さて、次に消えるカードはあんただ。遠藤守、どんな手を使ってでも必ずあんたを落とす。あ、失礼します。一星、お疲れのところすみません。僕、どうしても遠藤さんとお話がしたくて。いいぞ、どうした？あ、なんか飲むか。ありがとうございます。あの、僕、前から遠藤さんのファンで。そうなのか？あ、遠藤さん、一つお願いがあるんです。おう、なんだ？次の試合に、僕を出してもらえませんか？世界の舞台に立ちたいんです。そうだな、監督はちゃんと全員を見てる。チャンスはあるさ。遠藤さんも僕のプレーを見てください。それで気に入ったら監督に推薦してください。やる気満々だな。わかった、今度お前のプレーを見てやる。あ、ありがとうございます。くそ、日本の実力があそこまで伸びているとは。お前の役目は終わりだ。待ってくれ、もう一度チャンスを。お前は使命を全うできなかった。話せ。おい、これはこれは、ギリかな、理事長。久しぶりだな、賞金王。お久しぶりでございます。やっお前の意図が分かったよ。お前は我々オリオン財団に歯向かうために日本に渡ったのだな。さあ、ご想像にお任せします。我々に盾つく者は全てを失うことになる。あの彫金が動いている。いずれは我々の妨げとなるかもしれない。日本代表にはすでに刻印を持つ者を送り込んであります。その者の存在が彼らを中から打ち崩すことになるでしょう。それが刻印を持つ者の役目だからな。
捧げてやる。俺はこの刻印に全てを捧げた。これが俺の覚悟だ。何が気になる？今日の試合か。